長い髪、青白い肌、血走った目、スタスタ歩いてくるのは誰だ。エイコーゴー。さあ始まりました、エイコーゴーということで、今日もですね、エイコーに向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ本日は、何をいたしましょうか。加納さんが、はい、こう世の中にパッと出たきっかけになった番組といえば、はい、それはやっぱり爆笑レッドカーペット、フジテレビさん、だいぶお世話になりました。ありがとうございます。キャッチコピー何でしたっけ。今夜あなたを逆指名、加納栄光中笑いです。ここまでがセットです。中笑い取ったことない。中笑い取ったことはないですね。はい、でその時の、はい、もう一緒に出てた芸人さんのギャグを覚えてるかっていうのは何回かやりましたね。今まで過去2回やりましたよ、はい、ほぼほぼそうなんですよ。もうほぼ全部って言っていいぐらい覚えてましたよね、はい、何組かだけ覚えてないのありましたけど、はいはい、ほとんど覚えてます。モッコスファイヤー、モッコスね、見たな、自分でも動画見たな。言ってみては今泉さんでしょ。モッコスファイヤー、ちょいちょいって言ってた。惜しい、言葉は合ってた。ちょいちょいって言ってた。あのね、モッコスファイヤーさんにしっかりね、やっぱね、結構レッドカーペットの長年やってきた中で、どちらかというと新しめなんですよね。ああ、なるほど、なるほど。はい、初期からずっとやっぱ僕やってきて、はい、でレッドカーペットがレギュラー界になって出たり出なかったり出たり出なかったりだし、レッドシアター始まったら明らかに減りました。はい、そうなんですよ。ちょっとその辺がちょっと不安ではありますけど、まあほぼほぼ覚えてるでしょう。まだまだいるんですよ。まず結構やりましたよ。レッドカーペットってやっぱりものすごい芸人さん出てたんですよね、たくさん。わかりました。ちょっと体が、うん、覚えてるはず。では、はい、お願いします。何でもいいですよ、来てください。はい、最近ニュースにもちょっとなったんですけど、ザブングル、悔しいです。エリザベス。全部覚えてます。エリザベスまで覚えてます。ザブングルさんはレッドカーペットとかじゃなく、もうライブとか一緒になったりとか、昔 BS 富士の深夜の東京金馬っていうなんかネタ番組であったりとか、そういうところでもよく一緒になってたんで、まあレッドカーペットに限らずもうちゃんと覚えてますね。はい。我が家。我が家ね。どうネタにしようかな。まあなんだ、はい、終わりました。はい。どうも、我が家です。お願いします。やっぱね、女の子とデートはこの動物園がいいですよね。俺と一緒に動物園に来てくれてありがとう。動物園だけにずーっと待ちわびてたよ。やかましいわ、お前。変われ。動物園、あー、すごいね。象の鼻長いね。まあ、俺のあそこも長くなって言わせねえよ。何下ネタ言っちゃってんの。言わせねえよ。まあ、ちょっとネタの内容はちょっとあれかもしれませんけども、まあこんな感じですね。もうどんどんこうローテーションしてこう漫才していく感じ。そうですね。笑いの 3LDK、ありがとうございます。ありがとうございます。ローテーション漫才。はい。熊田正史。熊田正史さん。はいはいはい。いやー、今日のお客様はすごく綺麗な人が多いですね。ちょっと双眼鏡で覗いてみましょう。うわ、綺麗な人が多い。本当に多いな。目がキラ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 。あー、キラキラになっちゃったー。オーケーオーケー。あー、覚えてますね。本当に結構大先輩ではあるんですよ。はい。でもですね、すごく先輩ぶらないというか、先生、今日はどんな感じで行くんですかみたいな、すごい下手下手で来てくれて、で、レッドシアターなんかでも、熊田正史さんの企画があったぐらいですよ。レギュラーメンバーがロケに行くんじゃなくて、熊田正史さんが日本全国中100人を笑わせるっていう。はい。0歳から100歳まで。0歳から100歳までか。を笑わせるっていう企画があったぐらい、
レッドカーペットチーム、レッドシアターチームからもこう愛されてた人だなって感じですね。超新塾。バーン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 、ウィーどうしてもうこんな感じです。覚えてるわ。彼女ができねえって投げてるよ。何みたいな感じで始まる。まあ、で、レッドカーペットの中のトップバッターですね、毎回。確かに。で、すごい勢いつけていただいて、はい、我々にパスしてくださる最高の先輩でしたね。はい。もう中学生。どうもー、それでは行きましょう。で、なんやかんやりまして、ためになったねー。ためになったよー。それでは、おしまいでーす。もう中さんはもうバリバリですよ。うん、毎回でもあれを、電車乗って段ボールをこう持ち運びするのがすごい大変そうだなって感じがしましたけどね。そうでしたね。ゆりかもめで。そう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 。この前も逃走中で一緒になって、で、僕結構ミッション頑張ったんですけど、僕は達成できなかった。いいパスは結構してたんですよ、ミッション。で、それを、もう中さんが、まあ、そこオンエアはされてないと思うけど、あれ、実は、カノさんが実は裏でこんなことやってくれてたんですよ。すごいですよねみたいな感じで、もう中さんだけ認めてくれたというか。変わらないですね、あの人もね。はい、変わらないけど、だからここに来てまた、うん、ね、みんなに喜ばれるんで、うん、いいですよね、うん。ザ・パンチ。俺の彼女にならないか？ねえ、死んで砂漠でラクダに置いてかれて覚えてる。ザ・パンチさんも、同じぐらいの時期に出て、レッドカーペットでこう世に同じ風に出させていただいて、TBS の色モネアとかと一緒でこう、なんか一緒に戦った記憶がありますね。ムーディー勝山。右から右から何かが来てる。それを私は左に受け流す。右から迫ってきてる。右から何か迫ってきてる。それを私は左に受け流すですね。なんだかな感じだったのを覚えてます。はい、なんだろう。はい、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 はい。あ、覚えてますね。いや、若干だけ意識してたんですよ。ピン芸人。まあ、当時まだコンビだったんですけど、テレビには一人で出てて。はい、で、同じ番組に白スーツのピン芸人、二人いないだろうな、でもムーディーさんすげえからな、みたいな感じで、ちょっとだけこう、メラメラと、ライバル心みたいなのがこう、芽生えてました。はい。懐かしい、覚えてるな。ムーディーさんブレイクしたきっかけって、ご結婚式ですね。あ、そうだ、そうそうだ。そう、陣内さんの結婚式で左上手流す歌って、はい、舘ひろしさんが、何をってずっと言ってたらしいっていうのが、聞いたことあんな。はい。ムーディーさんとは、ハンナイちゃんがそれですよね。ああ。そうだ。懐かしいですね。懐かしい。前ですね、そういうところにもチャンス落ちてんだな。本当ですよね。はい。確かに。結婚式か。なるほど。はい。パーフェクトですね。パーフェクトです。最後。はい。何でも来てください。ハイキングウォーキング。はい。え？コーラゲーですか？いや、もちろん覚えてるし、めちゃくちゃ笑ってたけど、それをやれって言われてもできるかな？あるんだ。いや、コーラ。それでは、ハイキングウォーキングのスーパーイリュージョン。このコーラをですね、ゲップをしない、このコーラをガッと飲んで、ゲップをしないで、世界に一つだけの花を歌い切りたいと思います。それでは、スーパーイリュージョン。
花屋の店先に並んだいろんなあれ出ないわちょっと花屋の店先に並んだあ、出ない俺あ、俺出ないわあ、これどうやって出すのいや、あれすげえわ勢いよくゲプダさんもやっぱ芸ですねいや、うん、なんかそうそう、コーラが出てきそうねそこのお腹の中での空気とコーラの分け方がわからない相当ね、やっぱ訓練を積まないとできないですじゃあもちろん覚えておりますねスーパーイリジョン、懐かしいな昔、名古屋とかでこう東海テレビなんかで爆笑レッドドアっていうイベントですね開いてました。まあ僕らはね、呼ばれて、まあ事務所からのお仕事として行くんですけど、レッドカーペットはこうカーペットがのね、上をこう流れてって、爆笑レッドドアでは赤いドアからどんどん芸人さんが出てきて、ドアに帰っていくっていう、いろんな芸人さんがどんどん出てくっていうのをですね、とある作家さんがやってて、めちゃくちゃ、じいさんっていう作家さんがやってましてですね、むちゃくちゃ、フジテレビに怒られてました。覚えてます、覚えてます。さあ、ということで、なんかちょっと懐かしい気持ち、楽しい気持ちにもなりました。第4弾、第5弾があるならば、どんどん答えますんで、どうぞ、引き受けますんで、来てください。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。